なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした？どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか？あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか？惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして？私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。
まあダナの遺産らしいし粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。力を感じた。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ答えてみせるさ。しばらく見通しが悪い道は続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだな。鋭なのにこんなとこまで。油断しないで。言われなくても今だろう。炎よ巻き込め。火の精霊術だ。嫌いだ。空中で叩くのは難しそうだね。切り開く。はい。支援長。はい。ノー。灼熱の。バーンストライク。さあ、次よ。任せとけって。はい。使い手がいなくなって困る。どうだ。やめろ。この国は忘れに返す。では一石儲けてもらおうか。分かった。分かったよ。私に任せて。そこだ。終わりだ。やめろ。戦争。ライバル。まだ伸びしろがあったよ。作れそうだ。坂ばっかり、足に豆できそう。山の道だからな。慣れてないときついはずだ。そういうキタラは慣れっこなの？ああ、訓練でよく駆け上がったり降りたりしてた。打法が過ぎるな。絡め取る。攻撃を引き受けるぞ。裏切りたくないよ。しょうがない。私の手がやれるよ。せっこめ。立たせ。こうも飛び回られてはな。分かってる。やらせないのだな。決めて。決めたまえ。今だ。やるな。敵は私が奪うよ。
総発だな。外さないわ。総発やるぞ。急配総発中央陣。いい連携だった。演武局といったところだ。総発氷を受けるな。フリーズだった。終わりだ。行けぞ。この頃ついているみたいだ。私は一つだからな。攻撃あるのに総発で山手の思いだ。俺に任せてくれ。守って倒れてくれ。倒れろ。倒れろ。全然差別逃さない。総発エレン、これでヤマタノオすべて受け止めてやろう。総発エレン、我が術で貴様の瞬足を封じよう。ヤマタノオしばらく行った方がいいかもしれない。いいから早くして。ヤマタノオ、私の声が必要か。長くがいい。くれ、叩き捨てろ。下っ、悪く下っ、下っかわせる。ヤマタノオ、妨害を頼む。やれるぞ。山田のこの弾丸で愛と勝つ。はしゃぎすぎたか。まだまだ行くわよ。山田の切り開く。あっ、現象かわい。こっちの番だ。山田の大発生です。決めてよ。ジェネシック行くぞ。今だ。流星人行けるぞ。流星人砲破中央陣。また強くなったぜ。新たな力が手に入ったな。こんなとこに作ったんだ。昔の人の方が元気だ。お手並み拝見といこう。ヤマタノオ、氷の闇を倒れろ。私に任せて。絡めとる。まとめて回復するわよ。ヤマタノオ、やめろ。やめろ。今の精力展開いっけ。ヤマタノオ、はい、ヤマタノオ、
キュアハリム、この弾丸でハイトカス、はしゃぎすぎた。まだまだ行くわよ。治癒術使いすぎたかしら。安心したまえ。ここが峠だ。この先は下りになる。ってことはここから先がミハグサールか。そうだ。めっちゃ立っている。準備完了。流星術三日月よ。炎よ暴発。戦車の突進よ。我が身気をつけ。ローエーかけ灼熱のバーンストライク。なんだここ。昔の家かなんか。
してもらおう。俺の真骨だ。総発射だろう。ホント山田のオーラつまむ変化だ。総発射だ。総発射だ。いけるよ。受けるよ。潰してやる。陣内漏洩かけ。やれるとどめだ。ジェネシック。これで大丈夫。燃えろ。ランゲッジ絡めとる。助けられたら積み捨てで受け。ジェネシック。体入ってるだろう。やるとどめ。よし、盾も鎧も傷はないな。やってやれ。慌てるな。カツを見出そう。やめてろ。この弾丸で。アイトカス。はしゃぎすぎた。後悔した。まだまだ行くわよ。やだろう。やるぞ。抜けろ。クレナ。潰してやる。陣内。漏洩かけ。長くがいい。だろう。ホーカ。うるさい。出せ。リエ。そうだ。引き締めていこう。総発射！ 総発射！ 総発射！ 山田のオーラ！ 超変化だ！
任せたまえ、試練滅天章やるよ、エンジェルボール、やれるぞ、灼熱のバーンストライク、さあ、次よ、任せとけって流星陣、大地の元に貴様、やるよ、ホーハー、エロージー、こっちの番だ、大地の元に貴様、エンジェル、支援連結、怪我はなかった、見誤った、さあ行くぞ、飛ぶ相手は任せて、火力を上げろ、やりにくい、もう絵に立とう、足りさないわ、体バラバラにしてやる、ちょっと待って、打ち込め、炎よ、俺に任せてくれ、さあ叩き捨てろ、どこへ行かれる、いけるぞ、やめろ、ジェネスク、こっちの番だ、火力上げろ、精度が上がったわ。通してもらおう。大地の元に貴様に任せろ。外さないわ。任せたまえ。炎よ。行けぞ、これで終わりだ、どの調子で続けなきゃ、言いたいことでもあるの、キューハイム、ポーハー、エロージー、こっちの番だ、流星陣、超レイダー、火の精霊、ロークブレイカジー、行かない、総発生連、いつも取り返しよ、エアプレッサー、やれるぞ、これで終わりだ、火の精霊よ、意味ない支援連結、すまない、さあこうする様子はない、下げろ、いけるぞ、どう、ずっとライス、力がみなぎってくる、デュオハリムとどう向き合うかを考えているのか、そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う、あ、いや、家来として使えるという意味ではない、あの人を一人の仲間として考えた上での話だ、私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた、だが仲間もまた守り支え合うものだろう、
結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ、戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえばお前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった、お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リンメル、それは心配せずとも、戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろ。っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。このエヘとして学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、メナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。ないや、そこまで固い話をしているわけじゃ。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして、礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロ。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。
見誤った。みんなちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ、少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦リズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう俺が休みたいんだ、それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は。あいつ。何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。ザコンダーリスの総発生、総発生、総発生だろ。ネガティブゲージだ。何なんだお前は。普通じゃないよ。なんという動きだ。鋭度も凌駕するっていうの。負けて我が子が来た。外さないわ。この光の拳を受けてみな。呼び戻さん、切り裂け。まとめて回収するわよ。抜き具呼び戻さんなら任せて。ぶっ潰してやる。人類老齢かけ。いつもの変名だよ。貸したつもりも返すつもりもないの。氷の槍よ。死の力だって呼び戻す。我らの先生の覚悟。死ぬだよ。死の自由に限りはあるの。万全を期して損はあるまい。ヤマタロウ。大発生。大地を元に貴様って。このプレイやべえやつだよ。エアプレッシャー。実はこっちの番だ。私のロンダ先生。まだやれる。そうかたや。
シオン、おい、シオン！アルフ…シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきのは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある、お前は違う。違わないわ。それに私は、うん、何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。
考えてみれば炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、さっきの戦いで受けた傷、もういいのか。ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてってもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？あ、俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違うんだ、俺はただ。大きな塔は、ちょっと牧場の様子を見ねえか。